行くか。腹減った。これは、うん、触媒にふさわしいです。これなら少し処理を加えれば使えると思うよ。運がいいね。これで十分だと思う。この先が僕の拠点なんだ。案内するよ。いざ。ここが僕の拠点だよ。さっき集めた材料はすでに薬剤の調合に使わせてもらった。調合が完了するのを待とう。ちょっとこっちに来てくれるかい？こちらは助手のティマイオス。モンドで会ったことがあると思うけど。こんにちは。実験データをもらってすぐそれをボードにま…はぁ最も合理的な方法は旅人とスライムの形…ほらこの方向性からその切り口に問題はないけど、厳密に言えばスライムは元素生物。どちらかとその角度から…それにもしこの世界と…あ、確かに…そう…あ、ここは君に任せたよ。薬剤はもう完成したようだ。試してくるから。うん、予想通り飲めるよ。飲むときは焦らないように。僕が試して飲むときは観察して。これは、この薬剤は元素力を体内、内部の流れが順調なら
つまり僕が作った薬剤だ。もちろんさ、とにかくもっと特別よりも普通の方がいいと思う。普通の目同じだから病気に。でも例えば人類は、とにかくティマイオス、新たな実験結果。はい、任せてください先生。さっき先生、君をどう。ふん、はい。落ち込む、真面目だ。では次の研究、興味があるなら。ただいま。何か興味をそそら、気にすること。とにかく異なる世界。例えば、しかしだから、それとも前みたいに実験で検証する。いやいや、今回は簡単だよ。そこに柱がある。念力でそれを折ってみてくれ。すでに試し、それが、そうだ、元素力で料理したことは。それで料理が美味しくなるか気になるよ。バター魚焼き、準備ってのはレシピのこと。僕は絶対にお腹空いても美味しいものを作るなら、おおお。では頼むよ。食べきれない場合はティマイオスも呼んでくると。オイラがいるからそんなの心配。どうすれば元素力を料理に入れられるんだ。さっきあいつが言った念力でか。それを思いつくこと自体すごいと思うぞ。やっぱ普段通り料理。もうできた。ふん、僕が楽しみにしてた増殖現象。いや、まず調味。大丈夫、少なくとも美味しい料理さ。やったー、覚えてくれてたんだな。実験中そういうし。おい、でもアイラたちの仲を羨ましがる必要はないぞ。お前にも友達や生徒たちがいるだろ。そうだね、錬金術のそのフォト。ご飯をつく、もともとつく。君に、君たちがけん。じゃあやってみるか。そうだ、元素資格を使えばいいぞ。
抽出物、つまり風元素だよな。これで間違いないはずだ。全部見つけてくれたんだ、落とし物探し。おお、残念ながら聞いたことの、つまり。そう落ち込まないで、落とし物。さて、今までは人類の答え、ここからスクロースが何をしてるか。では平地からあちらの崖、では目の前の山、それなら身体能力。いざ。いざ。揺らぐことなし。はっ。ガンザンハチク。姿を見せよ。よっ。ここから飛び降りろとか。どうだろうね、君たちにもっといい方、どんな方法でも。かかった時間と湖の条件を設定しないと。雪の中、君たちがどんな選択をしたとしても。では頼むよ。そうだ、オイラたちがテストをしている間、お前は何するんだ。僕、データの危険の対応、それから応援だよ。もしオイラたちが泳いだら、お前も泳ぐのか。いや、僕と勝負がしたいのなら話は別だけど。え、聞かなかったことにしてくれ。新天道地、お疲れ様。さすが噂の旅人。でも僕、もし天は逆にその中に。しかし僕を困らせた問題は解決したよ。その花、小金、本質を探求する過程は人を夢中にさせる。僕は僕の全てをかけても構わ、最後はどれも。だからあのヒルチャールの絵にもあんなに違いがあった。あ、僕はあの時。じゃあ、それなら、さて、今日ついてきて。ガンザンハチク。
旅の途中で君はたくさんの身体能力テストと同じで僕この遺跡を探索しこの遺跡の身体能力テストの時と同じさすがベテさてあとは君次第だ。環境が少し複雑だから慎重に解いてみて。本当に俺を呼んだのか？旅はいつか終わりを。
迎える。慌てる必要。この洗礼は雪山ではよく見られる。どうやって洗礼をいるべき場所へ導くかは君次第だよ。気晴らしになるな。ベニーボキ。天道地これで中央にある装置を起動する条件はクリアしたはずだ。一体何が起こるのか僕も楽しみだよ。お、オイラの仕事が奪われてる。おや、水位が急に下がったね。これで水の中のものをじっくりと調べられるはずだ。これは僕の知る限り、これは文字だよ。
テイワット大陸のあちこちにあるけど、未だ謎に包まれてる。解明さ、ひとまず。結果を得、今回僕は先に拠点に戻ってる。君たちが戻ってくる頃には奇跡の瞬間を見せることができるはずだ。こんなに苦労して他に用がなければ。そう焦らないで、まだ危険は排除されてない。もちろん君たちとアルベドが警戒心がないのか、それとも単に彼の独特な思考とフレンドリーな態度に騙されたのか、見知らぬ人の指示に従った。単純というより君がやっぱり警戒心の強いシスター。アルベドのことはどうでもいいわ。私が気にしているのは一つだけ。君が錬、嘘だろ。彼のような錬金術師は気づかれるようなヘマをしないものよ。とにかくその脅威をモンドに戻すことはできないわ。な、何するつもりだ。案外さ、他のものはすでに。このふもでしょう。でもいいでしょう。これで万事。最後に忠告しておくわ、異邦人。アルベドのことを何でも信じないこと。考えなしに行動しないように。モンドじゃ彼女みたいな人見ず、うん、おかえり。しかし戻ってくるまで結論から言おう。でも全体を通した、そんなの一目見れ、あれだけ苦労したのに。まあ焦らないで。こういう可能性は考えたことあるかい。この世界の法、なぜなら、しかし君の命を真似して錬金術に新たなインスピレーションを加える。無から有へ、この世界でな。おや、いっぱい命という短い命、わかるかな。僕が言った。おーい。それにありがとう。孤独をな、君が協力してくれたおかげで僕は、いや今後もし必要があったら、それならよろしく頼む。ずっと瓶の底にある国土を、もしいつか君が止めてくれること。お、見ろ、誰かがいた痕跡があるぞ。もしかしたら他の冒険者が近くにいるんじゃないか。同じ冒険者として気になるな。雪山で奮闘している姿を見に行って。
はっ。Yeah.